占い好き必見マニアック占い話前編。はい、さあ先生、大好評のありがとうございますこのコーナーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実は昨日ですね、はい、ご質問のコーナーで、非常にマニアックな、ご質問が来たよということで、はい、一応その質問に対する答えとしてはサクッと答えられたとは思うんですが、はい、その質問の内容そのものがですね、うん、何言ってるのか分かんないよというところで、はい、そこいら辺をちょっとマニアックに解説するのは良いかなというふうに思いましたので、質問と直接イコールではないけれども、はい、大事な概念として、腹心というものがあるんですね。ほう、カレーライスについてます。あれ福神漬けです。ナイス、ありがとうございます。そうではなくてですね、伏してる神様と書いて福神というふうに言うわけなんですが、断液上の非常にその断液という占いの世界では非常に大事な概念になるわけなんですね、はい、で伏してるということは何か物陰にその隠れているとか、はい、表に出てこないとかいうニュアンスで伏してるという、言い方をするわけなんです。で伏してる神があるということは伏してるんじゃなくて表にはっきり出ている神様もあるよというふうに考えて、それを飛んでる神っていうことで秘人という言い方をするんですね。なるほど。で、秘人福神というところで、昨日のご質問では火と福の小国でみたいな話が出てきたわけなんですが、その秘人と言われるものはですね、断液というのは液ですから、占いたいことをその液に問うてみるわけですけれども、お客さんがというか依頼者が聞きたいことってもう本当に人事百般何でもあるわけですよね、はい、でもそれをその私のなんとかかんとかについてって言われても、その何ていうかな、そのケースバイケースで一個一個に占うというよりは、その方の聞きたいことを分類というかカテゴライズしてあってですね、あなたの聞きたいのはこの枠の中でいくとこれですよねみたいな感じで、千差万別の依頼内容を落とし込む最後のこう箱というかね、そういうものが5つ6つあるわけなんですよ。で、例えばそのお母さんがお客さんでやってきて、で見てもらいたいのは私本人じゃなくって、うちの子の受験見てよみたいなことがあるわけですよ、はい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 、あるいはその子供ってのがもっと大きくなって、そろそろ息子に嫁が欲しいんですけどと縁談がとかね、そういう話とか、あと、あるいはそのお子さんが今ちょっと病気なんだけど大丈夫だろうかとか、いろいろあるわけです。で今挙げた3つって子供の、例えば受験ですよね、で子供の結婚ですよね、それから子供の病気です、で一見全く違うテーマのようなんだけど、断液的には全部子供の件っていう一括りになっちゃう。ああ、なるほど。だから聞きたいテーマをまずは絞り込む必要があるんですけれども、その際に余分な枝葉を全部取り去ってしまって、もう本当にシンプルな主語と述語だけにしたいわけなんですね。だから子供が病気だよとか、子供が結婚するよとかみたいに、で主語述語の一文にしてもらって、さらにその主語の方にガッと寄ってくると、それが大体その占いたいテーマだというふうに確定するわけなんです。ほう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 。だから面白いことに、本当子供の就職でも、受験でも結婚でも子供の件っていう括りをするわけなんですよ、で、そういう枠がいくつかありますよと。で、そう決めてからいわゆるこう液を立てるというガラガラ箱を振っていただいて、その見たいと思ったものがそこの液の件のどこに出てるかなっていうのを探してみることになるわけなんですが、実は件によって見たいテーマのやつが表に出てきてない場合ってあるんですよ、でそれだとそもそも液見ることができなくなっちゃいますので、それは表に出てないだけで裏には実は隠れてるんだよっていう考え方が、先ほどの秘人と、それから腹心という考え方になってるわけなんです。ですからあくまでも秘人というその表に出ているテーマの中に見たいものがない時に、腹心というものを探そう、あるいはそれを、出そうというふうに考えるわけなんですよ。だから、秘人にあれば腹心見る必要がそもそもないわけなんですね、というふうに、火と福の関係がまずはっきり分かっていないと、ちょっとここから後の話が分かりにくくなるんです、で、そう言いながらもちょっとまだ抽象的かもしれませんが、要はそのサイコロの入った箱をバッと振って、あれ6つサイコロ入ってるんですけども、その6つの一個一個に今言ったこれは子供を見るところはここだよとか、親の件見るのここだよとかってこう決まるわけなんですね、
でそれがまあ5種類あるんですけども、出てる目のそのランダムさによって、子どもの星はここに出てるけど親見るとこ何もないじゃないかみたいなこと出てきちゃったりすると、うんうん、でも今回のテーマは親のことなんですよっていう場合には、その影に隠れてるやつから引っ張り出してこいよというふうになるという、まあ、仕組みになってるわけなんですね、はい。だから秘人は絶対的に存在しますが、腹心というのは、まあ、あったりなかったり、あるいは必要だったり必要じゃなかったりするという存在になっております。はい。でこの腹心というものの取り扱い方が実は昨日のご質問の内容にすごく関わるものだったわけなんですね。なるほど、はい、そうここまで分かってやっと昨日の質問の意味が分かってくるというふうになるわけなんですね。なるほど、施工の被覆の小国が。そうなんですよ、もう覚えましたね。もう覚えましたね、そうです、そこが大事ということになっていたと、はい。でまあこれを、理解するために腹心というものをちゃんと理解しておく必要があるよということで、はい、まあこれについてご説明をしたいと、はい。でまあ明日に続けましょう、ね。ああそうか。もうちょっとねいい調子で喋ってたらですね、はい、もうねお前いい加減にしろというのがありましたのですね。じゃあここまでがもう前編ですね。前編ですね、次回がこの間の質問について、はい、より詳しくということでということになります、ね。はい、はい、じゃあ皆さん明日も必見でございます。また明日ご覧ください。また明日、これに懲りずに。